クリクリはゲイナックスプロダクション IG により制作された日本の OVA シリーズおよびそれを原作とした小説漫画本編である OVA は全6巻その本編を保管した小説は全3巻漫画単行本は全2巻とそれぞれ発売されているまた本編が2005年に DVD ボックス化、漫画単行本が2007年に新装版 2012年に文庫版として再版された。2010年8月にブルーレイボックスが発売された。FLCL は2000年から2001年にかけて全6巻の OVA としてリリースされた日本のアニメ作品である。新生ケーヴァンゲリオンの自作品である彼氏彼女の事情以降は原作付けのアニメ化しか制作していなかったバイナックスによる 久々のオリジナル作品。また、FLCL は、新世紀エヴァンゲリオンで副監督を務めていた、鶴巻和也の初監督作品である。一般的に、ビデオ DVD のパッケージには、作品解説、あらすじなどが記載されるものであるが、FLCL のパッケージはそれらを徹底して配したデザインになっており、同様に、テレビコマーシャルでも内容に関する言及は、 全くなかった。本作品の大きな特徴として、非常に凝った演出が挙げられる。唐突に全く異なる絵柄に切り替わるシーンや、本編途中から数分間にわたり、漫画雑誌風の画面構成で進行する回があるなど、随所に実験的とも言える演出が盛り込まれている。またアクションシーンでのテンポの良いカットあり、デザインやアニメーションの質の高さなど、映像面での評価も高い。 スタヤの映画監督が選ぶ良作として、岩井俊二監督たから評価を得ている。その一方で本作品は OVA のみのリリースであったため、同じガイナックスが制作に携わった新世紀バンゲリオンと比較すると、日本国内での知名度は低い。しかし、日本国外の市場ではかなりの成功を収めており、特にアメリカなどでは人気。 知名度ともに高いアニメ作品の一つである。アメリカのアニメ専門チャンネル、カートゥーンネットワークでは、英語吹き替え版がシリーズ放送され、その後も再放送されている。また、カナダのモントリオールで開催される国際映画祭、ファンタジア映画祭において2003年度アニメーション部門で、同賞を受賞している。FLCL には挿入歌が多くあり、かつ印象的。 効果的な使い方がされていることも特徴。これら挿入歌とテーマ曲は一部を除き、すべて日本出身のロックバンドザピローズが担当した。このアニメ曲の人気にあやかり、ザピローズは、米テキサス州オースティン市の SXSW フェスティバルにおいて、米国コンサートデビューを果たすなどしている。北米版及びオーストラリア版 DVD では副音声で監督を務めた。 鶴巻和也とアメリカ人スタッフによる日本語の音声解説が収録されている。作品制作における裏話や場面ごとの解説が語られている。FLCL は2006年5月15日からバンダイチャンネルにおいて有料配信もされている。また、FLCL で登場する機関名フラタニティは 同じ鶴巻和也監督作品であるトップを狙えににも登場している。さらにトップを狙えにでエキゾチックマニューバーという言葉が登場するが、それと似たシステムが FLCL にもあり、両作品の設定には若干の共通点が見られる。キングレコードから DVD と VHS で同時リリースされた。各巻1話25分収録で全録は DVD の初回版は、紙製パッケージに、パッケージ色に合わせた、ジュエルケースに入った DVD と解説書が、同梱されていた。2003年のファンタジア国際映画祭において、観客投票部門で、ベストアニメーション映画賞の同情を受賞。いずれもキングレコードから発売。角川スニーカー文庫から全3巻が刊行された。企画、原作、ゲイナックス、著榎エノキ イラスト、鶴巻和也、今石博之。アニメでは明かされなかった設定が披露されている。月刊マガジン Z に連載された後、マガジン ZKC から全2巻が刊行された。原作、ゲイナックス、漫画、上田はじめ。アニメとは、設定やストーリーが異なる上、雑誌系載時とも内容が異なる。2007年には、新創版が講談社ボックスから、2012年には、 文庫版が、星会社文庫から発売。新装版及び文庫版には、DVD ボックスに収録された書き下ろしである、ザ・ホース・スタジオが収められている。2016年3月25日、フリクリの続編を、プロダクション・ IG と、米国・アダルト・スイムが共同制作すると発表された。スーパーバイザー、鶴巻和也、キャラクター原案、低本企業、総監督、 本校かつゆき、脚本、岩井秀と、米国では、放送を2018年夏に予定している。全12話が予定されている。日本では、劇場用アニメとして2018年9月7日から9月27日まで、フリクリオルタナ、同年9月28日から10月18日まで、フリクリプログレの2作品が上映された。なお、 本作の原作権は2015年にガイナックスからプロダクション IG に譲渡されている。原版フリクリオルタナに関するカテゴリー、フリクリプログネに関するカテゴリー。ありがとうございます。